この番組はパチスロの究極に迫るべく数々のミッションに挑戦していく番組である。すべてのミッションをクリアできた暁には日本を飛び出し世界制覇を目指す。はい、おはようございます。入場です。さあ、おはようございます。はい、マリオン岐阜羽島インターさん2回目の収録です。前回がですね、窓マギ凱旋、打ちましたと。ほいで今日も配置やあんまり変わってないですけど、寝台がちょっと入ってるか。はい、で今日はですね、やっぱり東海、オキスロコーナーありかなと。さあ、ですね、手貸しが半分で20が半分。なるほど。はい、そして前日、前日下見も、来ているんですけど、手貸しで満杯が出るとかね、かなり調子が良さそうなんで、さあ行きますよ。今日は決めました。こいつで行きましょう。はいはい、花々突っ張ってやろうかなと思います。頑張ります。実戦収録ホールを紹介します。マリオン羽島インター北店は、新幹線岐阜羽島駅すぐの真っ赤な外観のホール。低貸しも20スロも幅広く楽しめるアトムなホール。毎日楽しい催事やってて、毎日通いたくなるホール。はい、マリオン羽島インター北店、2回目、はい、入金花々でいきたいと思います。さあ、ね、ちょっとどうなるか分かりませんが、一日ぶっこんでやりたいなと思います。やっぱり東海、ね、岐阜に来たからにはやっぱり花々にもちょっと触る機会がないとと思いますが、まあこの台は前日、まあ、そこそこ悪くないね、19回ぐらいですか、当たりはついててという感じで、まあ中間ぐらいだったかもしれませんが、ちょっと久しぶりにこう、なんて言うんでしょうね、A タイプをこう楽しむ、ね、そういう回もちょっと動画でなかなか撮ることが、ね、できないので、まあ、こういう機会にこそ A タイプ、花々で楽しんでやりたいなと思いますが、もう周りは結構いい感じに、動き始めていて、特に凱旋が朝一、ね、40ゲームぐらいで当たったりとか、なんだリセットちゃんとかけていたんかねと思わざるを得ない、まあ、天国とかじゃないんですけど、まあ、すぐ当たったんで設定なのかね、リセットなのかモードが良かったのか分かりませんが、ね、出だしはなかなか良さそうで、まあ、その、ね、メインコーナーは実は前回攻めて、ね、私も凱旋とか打ちましたし、まあまあ戦えるなとは思いつつも、まあ、今日はちょっと、楽しく花々突っ張って、ね、ただちょっとこう花々好きの方にとってはね、まあ、このにわかがね、花々触んじゃねえと、ね、言われると思いますが、はい、なかなかこう関東で、ね、もう最近は25パイでも出たりとかねあるんですけど、30パイ、ね、導入してるホールもあるんですけど、なかなか全部の店にないですから、こう触れる時にちょっと触っていきたいなと。私あの花々好きなんですよ、一応、ね、新潟でも茨城でも打ってますんで。さあ、そして、今日は、まあ、ちょっと1万回転叩く時間はないんですけども、4000ゲームぐらいは6時間ありますんで、突っ張れば4000ゲーム、まあね、ぐらいは余裕でいけるはずなんで、まあ、ボーナス引いちゃうとあれですけど、
4000ゲームで、40ペか40チカしかり、ね、それぐらいやれたらちょっと今日ね、いい感じの台だったとかね、いい感じのデータが取れたりとか、ね、そこに行き着くかなと思うんで、4000ゲームを目指していきたいなと思っております。ちょっとあれですね、この花々こうおっしょー、音が出ない、出てるか、出てるよね、はい、やりました。早速の1地下です。バケかな、どうだ、ドン、ありがとうございます。ちょっとボリュームが小さいなまあまあまあいいでしょう。はい、で終了で音が聞こえないからちょっとあれだ、周りのバジ3がでかい。はい、さあパネフラはなかったで、スイカも、ミック中のスイカもなしということで、ちょっと変更なのか、まあ、末でもまあまあ捨ててありそうなんですけど、まあ、今のところまだ分かりまへんと。ちょっとその花々で事故を起こす動画、よっしょいーと24ゲーム、はい、花蓮アザス、いやー気持ちいいっすな、せい、はい羽が上下消灯ですこれで、ビッグ2セットでスイカゼロ、あーパネはフラッシュですと、はい、パネはフラッシュ、まあ、4000ゲームないしは40回で、今日は、お開きということで、ね、やっぱりスロットっていうのはこうやめ時、ね、なんていうんですか、自分のやりたいところまで、ね、やって気持ちよく帰るのが一番なんですよね。高設定だから粘る、ね、粘んなきゃいけないとかそういうわけではないですし、ね、低設定でも楽しければいいわけで、はい、花々はまあ単調に光らせるだけじゃなく、ね、ちょいプレミア、ね、まあ、1ゲーム連っていうのもまあ、ね、可能なわけで、1ゲーム連を2回連続やるという動画を上げている人もいましたけど、ね、そういうのもいいですよね。1ゲーム連消化後に1ゲーム連と、よし、あ、今の目綺麗だったね、236、優秀な花ですよ、よいしょ、はい、236ゲーム、いいっすね、花最高。さあ当初は変わらずっていうかね、持ち玉でいきましたんで、さあここからだぜ、236でしょ、まあほぼ200ゲームだったというようなもんですね。 OKOK、 おっと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 、素敵なアイス目。さあ144ゲーム、あれ、はい、リップを挟みの、はい、ありがとう、あちょっと調子乗ってね、ピンク、ね、狙いと言ってみましたらバケでした。ということで、はい、バケで、パネフラワーなしと。さあこれでビッグ3バケ1、あ、非常にいい、非常にいいですね。さあ順調すぎます。
おおお6ゲームすごいね。バケにうひょー、めっちゃええやん、めっちゃええやん。左ペカと、撫でたら光る、しかも高速点滅ビッグ、ありがとう。さあ265助かりました。あー80厳しいかな、これで70ゲーム頼むぞ。75やりました。離れん離れん。ナイスバケ、うわめちゃめちゃいいとこできた。4の3になりましたね。ナイスバケです。75ゲーム、よし110ゲーム、いいね、素晴らしい。うわー化けっぽいな、ビッグ優秀です、優秀大。960ゲームで、合計8回でしょ、まあ、あと1回引けばね900分の9ぐらい、まあ、約100分の1ぐらいに、まあ、いくわけですよ。ぶち切ってこうぜ。そこまでね行ったらもうその流れで行こうよって。今日は100分の1で行こう。たまには花々頑張れ。いやそんな台打ったことないけども、結局だいたい150分の1前後をね、うろちょろするのが花々でして、100分、よしある、100分の1ある、怒られるわ。さあやりました、ドン、うひょー、うひょービッグです、ありがとう。はい、これでまあもう間もなく1000ゲームですけど、1000ゲーム、うっ嘘やめて、完璧な流れ、ビッグ6バケ4になりました。嘘でしょ、9ゲーム来た、ぶっ壊れ花々、これでもうジャスト1000ゲームですね。だからこれで1000ゲームのビッグ6バケ4ということで、はい、100分の1切りました、ありがとうございます。勝ちました今日は。よし315、あごめんなさい、ちょっと意識飛んでました、危ない、ビッグな、化けか、ここ化けか、ちょっと待て、化けが強いのはありがたいんだけども、315ゲームでビッグ6化け5、ひーちょっとねちょっと大変、あ左か、よし、オッケー、さあ60ゲーム、いいね、ビッグ来いよ、ドン、負けてる、ビッグ6負け6ちょっと、想定と違いますが、
まあ、60ゲームで今ね、合算は抜群よ。合算は抜群、化けも抜群。お、よそ見ペカ32ゲーム。今外線がいい音したからよそ見したら当たってた。やる、よっしゃ、 OK。 これはいい展開、よそ見ビッグ。さあ、しかも早いっすね。あの、当たった時に意外に連するっていうこのパターン。さあ、1400ゲームの、ビッグ7バケ6よ。すげえ、すげえ。よし、82。なんか変なとこ出目止めてましたけど、グッド、とてもいい、とてもいいです。ビッグ8になりました。ビッグ8負け6。いやー、すげー。さあ、一箱できました。ペースは順調、まあ3分の1を超えたところですかね。すごいわ。でちなみにちょっと横見たら、おばあちゃんが同じようなデータ出してますね。私とおばあちゃん強いっす。岐阜のおばあちゃん。昨日もポセでまんまい出されてたのが、まあおそらくおばあちゃん、孫いそうみたいな、お孫さんいそうみたいなおばあちゃんが、ポセで満枚。すごかったですね。ノンストップに手を動かしてましたね。よし、72ゲーム、ベルゴのボーナスドン。 OKOK。 ビッグ8バケ7ということで、72ゲーム、離れんが止まりません。すごいです。ゲーム数もこれで1550ゲームですね。はい、100分の1です、ほぼ。あー、できすぎてる。ダリフラ、よし、65、あざっす。ドン、バケね、すげえ、すげえしか言ってないですけど、ピック8のバケ7、違う、え、あれ、バケ8ですね。ビッグ8バケ8になりました。さあ、100を超えました。まあ、さすがに100ゲーム以内の連チャンはちょっとできすぎてましたね。5回5連チャン。よし、早い、122、優秀っすな。すごいっす。はい、追加はなしということで、9回目のビッグ終了。パネフラもなし。はい、122ゲームっすよ。早かった。というかもう今やね、絶好調、ね、ベストなフェースですね。最高、ベスト。おお、5ゲーム、しかもプレミア点滅なんで、すごいな。あ、間違えた。間違えました。すいません。
すごいですよ。ちょっとお腹痛い。はい、これで100分の1を切りました。なんと1750ゲームで、ビッグ10の化け8です。はい、はい、モンスター現る、モンスターマシーン。ちょっとこれはちょっと興奮、大興奮状態なんですけど、こんな出るかね。よっしょー、126、早い早いっす。ドン、バケね、いいよ。ビッグ10のバケ9となりました。バケですら200分の1です。はい、これでバケが9回、ファンネフラはなし。さあ行きましょう。優秀っすわ。また126とかで当たって、どうせ連チャンしちゃうんだろうな。よし、56、はいえー、強いっすわこの台。本当にビッグ、本当にビッグ。さあ20回目の当たり、56ゲーム、また連しましたね、バケからの連チャン。わあすごい、出玉ついてたおばあちゃんがやめて若いお兄ちゃんに変わったら、すぐ出ましたね。花入金、今のとこ入金が3台、あ5台あるんですけど、3台が、まあ、プラス域というか合算でも上っぽいのが3台ですね。5分の3。あとはちょっと離れたところにまた入金の島があるんですけど、そこは私よりいい台が1台出てます。もうすでに合算で20何回かでなってるんですけど、私よりいい。今日はある、まあ今日はというか日曜は強いんかな。前回ちょっとあんまり花見れなかったですけど、ちょっと自分に精一杯で。いや、触られてない台があるっていうのがもったいないなと思うんですけど、多分触りはあるんじゃない。よし、60ゲーム、はいやー、優秀っすな。あ、バケだった、バケでした。さあ、ビッグ11バケ10という21回目ですね。とんでもねえ、とんでもねえです、この台。よし、169、すごいな、はまらない。そしてビッグゴッツァンです、169。うわー、すごいことになってきましたよ。あー、スイカが落ちません。スイカも落ちず、パネフラもせず、はい、ビッグ12のバケ10、超優秀。あー、これはもう4000ゲーム回すのが楽しみですね。その時にはもうやっぱり40ちょっと足りないでしょうけど、きっとね、きっと。お、すごい、70ゲーム当たるの、お前さん当たるの、すげえ。さあ70ゲームビッグ。やっぱりあれだな、異常値で突っ走るのは難しいな。408。お、
当たった。すいません、僕ビッグで。はい、ちょっととてつもないハマり、413ゲームだって隣のお父さんと喋ってたら当たりました。よし、あ、しかも特殊点滅、嬉しい。348ハマってる。さあ、ごっつぁんラッシュです。ここからごっつぁんですと。78ごっさんです。いきます、ごっさんです。ビッグゲット。よし、早かった。65ドン、ありがとう。さあ、65離れしました。あ、全然あのごっつさんって言ってない。ごっつさんです。216、18回目ですね。トータルで28回。さあ、ラストスパート、あと12回足りません。すごいよ、あれだったな、鈍化しましたね。設定6の数字をだいぶ、ね、下げてしまいました。12時までは6だった。さあ、一応4000ゲーム目指してますんで、あと150ゲーム。ミラクル起きろ。あと2回は当てたいですね。でもね、気力30、気力30を目指す。ダメ、そんな甘くない。うん、見えてきた、終わりが、終わりが見えてきた。終わりたくない。これで一席は90。はい、もうあと数えるばかりです。そう、2ゲームあればなんとかできる。ダメだ、ないか、ないな。あと4ゲーム。はい、ラスト3、ラスト2、当たんない。ただここで光ればまだ望みより、ナイス、なし、望みなし。はい、これで4000ゲームです。とりあえずね、ここまでにしたいと思います。あのリプレイなんで1ゲーム回しますけど、ここまでにしたいと思います。ありがとうございました。はい、実戦が終了しました。お疲れ様でした。はい、今日は素晴らしい実戦だったんじゃないかと思います。岐阜の、マリオン橋間インター北店さん2回目の収録ということで、今日は朝から花々、ね、やらせてもらいましたけども、まあ、やっぱりあの普段から、オキスロ、特に花花がね、人気なお店さんなので、まあ、ちょっと、せっかくの東海なんでちょっと芝居だろうと思いましてですね、やらせてもらいましたが、はい、あのまあ、
特にこう、ね、普段の傾向もそんなに分かってはいない状況だったんで、まあ、手探りで行くのかとにかく気合で行くのかというところで、気合で4000ゲーム回してみ、ようと、まあ、やっぱりあの花々って設定判別だったり、まあ、あの面白い展開ね、あの荒れるというのをですね、まあ、ちょっと引き出せたらいいんじゃないかななんて思ったらですね、まあ、あの序盤が、とても楽でした。はい、お昼の12時くらいまでですかね、大体3時間ぐらいで2000ゲーム弱ぐらいのところまで、まあ、もうぶっちぎりの、ボーナス合算100分の1というですね、まあ、奇跡の花々に座ったんじゃないかなと思ったんですが、まあ、その後がなかなかこう渋い展開をしてしまいまして、はい、まあ、とはいえですね、結果はプラスだったわけで、はい、今日はテンションが高いです。で、まあ、投資がですね、なんと私100枚ですね、投資が100枚というですね、超エコ実践になりましたが、回収はですね1457枚ということで、はい、3枚で1357枚ということで大勝利。はい、まあ、ちょっとあの当初の狙い4000ゲーム40回っていうちょっと奇跡を起こしたいなと思ったんですけど、それにはちょっと至りませんでしたが、4000ゲームラスト回しましてですね、合算で28回ということで、まあボーナスの確率だけで言えば、設定、しごろ上あったかなと思います。であとはちょっと判別要素ね、スイカ、陸上のスイカとかパネフラとかその辺をちょっと見る限りちょっと6には足りなかったな、最後も化けもちょっとね6を下回ってしまったので、まあ4か5だったのかなと思うんですけど、まあ、楽しめたんで良かったなと思います。はい、まあ、あのこういう展開の花々はもう一生打ってたいような気もしますが、まあね、こういうのに巡り合えたことが良かったなと、さすが岐阜です。はい、というわけで、今日はですね、珍しく、花々をやりましたが、まあちょっとまた花々ないしはね、オキスロ、タイプちょっとミラクルをね、あの凱旋絆番長ばっかり打ってるとね、あのちょっと投資して爆死する動画が増えてしまいますんで、あの堅実に勝つとかね、ちゃんと設定判別してみるとかね、お店の特徴に合わせたちゃんと、立ち回りをしたいなと思います。というわけでまた次回もご覧いただければなと思います。今日はこれで終わります。ありがとうございました。お疲れ様でした。はい、勝ちました。はい、ありがとうございました。あ、お疲れ様でした。ありがとうございました。はい、常連さん挨拶しました。